おはようございます。こんにちは。こんばんは。おはようございます。天健人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ。ジュピターの方に偵察に行きます。これ、響きも店内にいるの？何やって？待って、テキストは。何やと本当か、気遣いが怖いから行きたくないだけやって。何をおっしゃいますか、町場さん。本当に明日までに何とかしないといけない仕事があるんですよ。私を信じて、トラストミー。うさんくさいやって。まあ、ええわ、今日は一人でのんびり行くか。お、何お前ら、行くの。おお、何お前ら、すごいお供だ、これ。なんか、ルイーダの坂、ま、なんでもない。待ってください、私たちもお供します。町場さん一人だけじゃ心配ですからね。愛ちゃん、ゆきちゃん。ついてくるんはええけど、大丈夫か。もしかしたら危ない目に遭うかもしれへんのやで。大丈夫ですよ。その時はまた、真島さんが守ってくれますから。うん。それもそうやな。アイちゃんのことは、何が何でも守ったるからな。私のことも守ってくださいね。もちろんや。今のも何まあ、ユキは、いいか。うん、汚ねえよなあ。入り口、ここが絆のケースでクラブジュピターか。目立つんだよな、こいつら。もうステルスしようって気が誰もないからな。サンシャインに比べて、なんだか雰囲気ありますね。いや、ないんじゃない、うちの店の方がよくね。そんなことないよ、ユキちゃん。サンシャインだって立派では負けてないよ。だから汚いじゃん、だって、入り口にゴミ積んで。そうですよね、負けてないですよね。静かに、誰か来たね。おい、どきそう。来た。おう、マラ、頼んどいた月はちゃんと回収してきたか。あやに言う通り、奴の勤め先に出向いてちょっとビビらせたら、あの野郎すぐに金払いましたよ。そうか、こっちは。はい、女房と子供人質にとったら一コロでしたよ。よしよし、上出来だ。これでノルマ達成だな。ある日、月山様からムーンのブラックリストの客について仕事の依頼が、あ、切り取りというか回収やってんですね。またかよ、月山の野郎。この俺様は顎で使いやがって。お前ら予定変更だ。例の店で仕事した後、すぐに月山の客をいつもの拷問部屋に連れて行け。いいな。はい。何やってんだろうね。あれがヨーダちゃんの言っとったファイブスターの汚れ仕事の正体か。拷問とか言ってますよ。警察呼んだ方がいいですよ。まあ待て、警察呼んで仮にうまくいっても捕まるのはさっきの男たちだけや。どうせ傷顔逮捕できんようになっとる。トカゲのしっぽり切りってやつですか。あ、サキちゃんだ。サキちゃん。ん？傷顔さん、もっと女の子たちを休ませてくださいよ。すげえカットの入った。あ？ボディコンだな。サキ、どうした？休みが欲しいのか。休みが欲しいのは私じゃなくて他の女の子。働きすぎて倒れそうな子がいるの。はあ、そんな体力のねえやつはな、うちの店にいられんだよ。休みが欲しいなら直接言いに来いって伝わろう。その勇気あるならだけどな。それができないから私が。さっきお前みたいに優秀だったらよかったんだけどね。さあ、つまんねえ話はここまでにして店に戻るぞ。今日もバリバリ稼がねえとな。ちょっと、静香さん、話はまだ終わってないですよ。あれがクラブジュピターのナンバーワン。え、錬金の先。体力すごいんだろうな、こいつ。休まないのか。錬金の先。ええ、彼女は送電堀一体力があるキャバクラ嬢だと言われています。その錬金日数は送電堀キャバクラランキングで1位を記録しているんですよ。1位を記録していて、未だに破られていないんですよ。そんなランキングがあるんか。しかし、すごい娘やったな、あの先って子。有名ですからね。キャバクラ界隈でサキちゃんを知らない人はモグリですよ。うん、錬金のサキのオールクラブジュピターか。なかなか手強そうな相手やな。さあ、店に戻ろうか。やった、プラチナじゃん。サキか、錬金のサキか。ヨーダちゃんが一人寂しくなってるかもしれへんからな。もしかしてツケがあるのってヨーダちゃん違いますよね。なんで寝てんの。ただいま。ゴーン部屋にまさか、予想当たってる俺。キャー！何やって？ヤマトちゃん！
ま、待て待つわ。おい。おい、しっかりしろ。一旦何があったんや。突然、黒服の男たちがやってきて、殴りかかってきたんです、三人で。これ以上クラブジュピターの邪魔するなら容赦しないと。まさか気づかなでしたが、ひどすぎます。くそ、今すぐジュピターに行って、奴らを同じ目に遭わせたる。ま、待ってください。何や、ヨボドちゃん。仕返しなんてやめてください。それでは奴らとファイブスターと同じです。何やって？せやけど、堂々と勝って、奴らに勝たなきゃ意味がない。だからお願いです。仕返しなんてやめてください。ヨーダさん、ヨーダちゃん、ヨーダちゃんがそう言うなら分かった。ああ、よかった。ヨーダちゃん！私はここまでのようです。マジマさんたちのこと見守ってます。空の上からずっと。え？ヨーダちゃん、嘘。うん、そんな。くそ、ヨーダちゃん一人に、店に残したばっかりに。くそ！ヨーダさん最近はあんなに一生懸命頑張っていたのに、そんなことって嘘って言ってくれや。また一緒にファイブスター倒すために頑張っていこうや。おい、目覚ましてくれや、ヨーダちゃん。ヨーダちゃーん。ほう、すやす、なんかすやすや聞こえない。いや、でも殴られすぎていびきかくパターンありますからね。気をつけなきゃダメですよ、これ豆知識ですよ、これ。殴られていびきかく人いますからね、倒れて。脳に障害がでかかったりとかしてると。本当だ、これつやつや言ってますね。おい、起きろや、ヨーダちゃん。ぐー。錬金してただけかな。ぐー。熟睡してますよ、全く人を騒がせない人ですね。いや、でもこれマジ救急車呼んだ方がいいよ。うん。熟睡してますよ、全く人を騒がせない人ですね。でも、ヨーダさんが無事で本当に良かったですね。アイちゃんは優しい子やな。ジュピターの気遣いか。ヨーダちゃんを気づけたかり、キャバクラ業でしっかり返させてもらうで。利子付きの出血大サービスで。倍返しや !100 万倍返しや、もう食べられないよ、むにゃむにゃ。これだ、ちょっと危ない。やっぱ、まだ呼んだ方がいいですね、これ、救急車ね。この人本当なんなん、この人本当なんなんですかね。いや、おめえも急に巻き寿司始める、おめえもどうかするぞ。ひびきさん、ひびきさんは何か、何もないのか。なんか新米サラリーマンになるお着替えセットをもらったんで。ん？え、バックヤード。何やこの曲は。ファンキーやないか。あ、ドルチェガミアの関西版。おがき来た、これ。あ、来たこれ。ドルチェガミアが、なに今度、関西版なに、誰？まったくラジオつけっぱなしにして、どうやってスイッチを切ったらええねん。わからへん。このボタンか？来た！うお、なんや！皆様、ご機嫌いかがでしょうか？司会のドルチェカミア。待ってたよ！できると思わなかったよ！会いたかったよ！どうやら、ラジオチャンネルを変えてしまったようやな。視聴者からのお便りを紹介するコーナー。おはがきドルチェ。探し司会者やな。耳がキンキンしてきた。はよラジオ消そう。お、アッシー。あ、じゃああいつじゃないか。考えるアッシーさん。ドルチェカミヤさん。はじめまして。はじめまして。いつもラジオ楽しく聞いています。ありがとう。僕は大好きな彼女がいるんですが、先日朝ごはんを一緒に食べていたとき喧嘩してしまいました。なんでだい？とは言うもの、というもの、目玉焼きに何をかけるかで、嫌になってしまったのです。なるほどね。目玉焼きに何をかけるかで喧嘩か。僕は醤油をかけるのですが、彼女はなんとソースをかけていたのです。信じられますか？人それぞれだよ。いやいや。それ以来彼女とは一言も口を聞いていません。やっぱり食の好みって大事ですからね。大事だけど、それよりも大事なものがあるよ。PS、神谷さんは目玉焼きに何をかけますか？マヨネーズかな？ケチャップかマヨネーズかな？考えるアッシーさんでしたっけ？そんなことで喧嘩しちゃ飲んだよ。彼女と仲直りした方がいいと思うけどな。ちなみに僕はね、目玉焼きにはケチャップをかけます。くそー、二択で迷ったんだけどな。迷ったんだけどな。ちょっと狙いすぎだな、マヨネーズは。
やっぱりケチャップの方か。なんやこのラジオ、こんな他愛のないハガキないの、こんな他愛のない内容のハガキでも採用されるみたいな。コングラチュレーション。あ、カンガラシさん、今回の投稿で3回目の採用なんですね。コングラチュレーション。カンガラシさんには豪華商品を100万円相当の何かを、プレゼントさせていただきます。な、何100万円やと。お、もう時間、残念、そろそろお時間のようですね。それでは皆様、次回も聞いてくださいね。グッバイ、See you next time。 はがき3回読まれただけで100万円、えらい世の中になったもんや。物の価値について考えさせられるわ。悩んでる時の兄さん、超老け顔ですよね。それにしても、さっきの目玉焼きみたいなハガキで採用されるない、されるんや。ひょっとしたら俺でも。あ、真島さん、ドルチェ神谷のラジオもう終わっちゃいました。ん？ああ、ちょうどいいもんな。こういうの初めて聞いたけど、なかなか面白いな。そうなんですよ。ハガキのネタのどうでもよさと、ドルチェ神谷の適当なトークが妙に癖になっちゃうんですよね。なんや、ずいぶんお熱やな。ラジオつけっぱなしにしとった犯人はユキちゃんやったんか。あ、すみません。神谷の声聞いてたらネタが浮かんできたので、自由でハガキ買ってきたんですけど、買ってくる途中でどんなネタか忘れちゃいました。絶対面白いネタだったはずなんですけど。ユキちゃん、ハガキ出したのか。で、ネタが採用されたことあるのか。ユキちゃんのことやから、どうせないと思うけど。どうせないですよ。ハガキが採用されるのってすごく難しいんですからね。倍率も高いし。そうか。俺ならちゃっちゃと採用される気がするけどな。そこまで言うなら、その机にハガキ置いとくんで、採用されてみてくださいよ。余裕や余裕、3回採用されて、さらっと100万円いただいたるわ。最初はみんなそう思うんですよね。採用されなくても、泣かないでくださいよね。今に見とばれよ。ほいずれ書かせたからな。遊戯王の、初期遊戯王の城之内みたいに、ハガキの縁レインボーで、塗ろうぜ。何かネタになりそうなことができよった。何かネタになりそうな出来事があったら、ハガキを書いてみよう。やるぜ。ハガキ職人、マジマン。でもなんかいいですね。なんか世界繋がってて、キリュウさんのところと。任せな。いっぱいあるぞ。アッシーくん。マジマゴロ。あ、ペンネームか。ゴロゴロゴロちゃん。漆黒の堕天使。あ、俺、ゴロゴロゴロちゃんの方が好きだな。ゴロゴロゴロちゃん。かわいいな。そやな。キャッチーで、かつ、俺って分かる名前にしようか。よし。ゴロゴロゴロちゃんや。転がってるみたいで可愛いし、ゴロゴロゴロちゃんにしよう。これ覚えやすいですしね、音が。さて、机に向かってラジオに投稿するネタでも書いてみようか。いろいろあるぞ、今。橋を渡った、喧嘩上等くん、スタジャンプくんに、アッシーくんに、あ、彼氏になってください。これなんだっけ？名前忘れちゃったな、これ。なんていう名前だったっけな。で、テレフォンカードにも出てきた女の子だったよな。あ、大道芸人の話もいいね。あ、ショルダーフォンの男もいいね。パッシー君と呼ばないで。これ全部採用されそうな気するんだけどな。まずね、これカツカクで行くのは、パッシー君、芸能ネタなんで、パッシー君。あ、ちょっと、大道芸人、これ多分読まれると思う。で、パッシー君の話も、恋愛系の、この、彼氏になってくださったパッシー君も、これ読まれる確率高いと思う、これ。で、ドキュン系のネタなんで、憧れのスタジアムは、読まれなさそうだな。で、ショルダーホンは、ガジェット好きで、とは思えないんだよ、ドルチェガミア。ガジェット好きじゃないじゃん。でも、ラジオ系の人だから、電話とかするじゃん。電話、ね、番組に電話繋いだりすんのかな、この頃。いや、でも結構あったと思うぞ。いや、90年代くらいなのかな。はがきなのかな、この、なんかこう、リスナーが電話に出て、DJ と会話とかないのかな、この頃。じゃあ、ショルダーフォンのとこないかな。ガジェ、逆にないな、これ。なるほど。ガジェットわかんないか。まあ、パッシー君から言ってみるか。なんか一番マイルドでいいよね、これね。ジャブとしてちょうどいいと思う。よし、好きな女にパシられとった男、パッシー君の話を書こうか。ドルチェ神谷は恋愛系行くんで。スラ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 。よし。お、ゆうちゃん。後でこのハガキポストに入れといてくれへんか。それドルチェ神谷のハガキですよね。自分でやってくださいよ。あれあれ。あれあれ。俺はちょっと忙しくてな。頼むよ、ゆきちゃん。はぁ、あ。仕方ないですね。わかりましたよ。さすがゆきちゃん、助かる。はいはい、ハガキ採用されるといいですね。俺のハガキ採用されるといいな。また今度ドルチェ神谷のラジオ聞いてみよう。多分これ行くよ。
なめんだよ。ストレートでやってやるぜ。ジュピターのことが頭にもすっかりねえわ。待て待て、気があるで。新米サラリーマン出なさい。江野さん見て何？素直に I love you。 あー、でも兄さんの方が似合ってるな。これのどこが新米サラリーマンなんだよ。あ、これ24時間王子様こっちか。何これ。あー、タイガか。かっけえなー、リアルだなこれ。かっこいいなー。まあ、格闘技大会行くまでこっちでいるか。ん？あ、まだなのか。回さないとダメ店。ラジオなんないのか。出ないとダメなのかね。やるわ。多分建物自体出ないとダメなんだろうな。あと、これでイベント進んだら、行くんじゃね。開店準備。これ、愛ちゃん多分最後かな、特連。最終回ですね。何これ。あー、トークか。そうやな。さてと、愛ちゃん。ええ感じで接客もできたし。練習は最後にしようか。わかりました。それじゃあ行きますね。はじまさん、お久しぶり。今日も楽しんでいきましょうね。お元気が良くていい感じや。その調子でいくで。いや、ちょっと覚えてなきゃいけないから大変だよな、せっかく。そういや。アイちゃんが入ってきて、結構経つけど。どうや、もうこの店慣れたか。はい、はい、おかげさまで。こんな居心地が良くて、みんな仲良く働いているお店は初めてです。もちろん。前のお店では、ナンバーワンでしたけど、その分、他の同僚からは、陰口叩かれてましたし、オーナーは私を人として扱ってませんでしたから。ひでえ。泣き言言うなさぞつらかったろ。サンシャインへようこそ。サンシャインへようこそ。それは店移って正解やったな。サンシャインへようこそ。はい、ありがとうございます。私このお店だと過去の自分を変えられる気がします。ああ、そう言ってくれると嬉しいわ。俺たちも全力でサポートしたるからな。何か困ったことがあったら言ってくれや。そんな、皆さんにはもう十分助けていただきました。見納めだぞ。これからは私が恩返しする番です。あの分け目も見納めだぞ。じゃあ楽しみにしとくわ。どうや。ほな愛ちゃん、ここで仕事するにあたって何か気になることはないか。気になることですか。そうですね。あ、一つだけあります。ん？なんだ。お、なんや、言うてみ。お客さんの中にはエッチいことしてくる人もいるじゃないですか。そんな時どうすればいいのかなって。あれ、手の甲で目ついてやるじゃん、ドンつって。そしたら、あの目の後ろの骨、眼底っていう薄い骨が、薄い眼球を支えてる薄い骨が目に押されて割れるから、パンつって大量出血するで、目から。で、脳にもダメージが入るんで、それでまあ、お引き取り願うと。もう片方の眼点を割ってやろうかと。うん。それがダメだったら、六波返しっつって、頭蓋骨のつなぎ目を、に、手刀を打ち込んで、頭蓋骨を開くと。ああ、最近よく聞くセクハラってやつか。客が反則。許すわけにはいかんな。許さんぞ。そんなもん許すわけにはいかんで。そういう客が来たら俺が対処したるから、何かされたらすぐ言うんやで。わかりました。私も本当はそういうの嫌なんですけど、前のお店では許すように言われていたので、キャバクラっちゅうのは女の子との会話を楽しむところやからな。彼まで体まで嬉しいはないんや。はい、真島さんってなんだかかっこいいですね。酒の勢いで触っちゃうの、もう恐ろしいことする。ああめっちゃね、なんだっけ、西谷もめちゃくちゃ揉んでたからね。まあ千葉県オーナーさん怖いな。
なぁつってね、西谷俺好きだったんだけどなぁ。うわぁ、いい仲間できたと思ったんだけど、即死だったなぁ。まあ、でもなんか兄さんの中にインストールされた気がする。極みになって、兄さんのベースになってるの俺西谷だと思う、俺。ドスも使うし。あの、なんだろうな、こう、一回倒れてから、変な、背筋で、背筋しながらドス振り回してくる、あの技も兄さん使ってほしかったな。他で仕事で気になることはないか？仕事とはあんまり関係がないかもしれないのですが、私、真島さんのことが気になります。なんちゃって。えへへ。今仕事中やべ。アイちゃん、今仕事中やべ、アイちゃん。にしたね。アイちゃん。ん？わし怒るで。うん、おうまいお世辞やな。たく愛ちゃんにはかなわんわ。えへへへへ。じゃあいくらだったら揉ましてくれんね。あ、そうや。1秒1万円。なんだったんだろうね、あのやりとりね。いや、印象残って面白かったわ。愛ちゃんの欲張りはよ。アイちゃんの欲張りはよう分かったけど、反対にアイちゃんから見て俺はそうや。嫌いなところとかはないか？そんな、嫌なところなんてないです、ないです。真島さんは完璧ですよ。なんやて、なんか、声がこなれてきて、なんか、出れてきてんのか、可愛くなってきたぞ、声が。そうかそうか。嬉しいこと言ってくれるやないけ。例えばどんなところが完璧なんや？え、例えばですか？お世辞が。偉いぞ。そうですね。ないじゃねえかよ。全然出てこないやんか。いいところが多すぎるか。さすが愛ちゃん。さすが愛ちゃんや。そういうバカっぽいところも人気の要因なんやろうな。あ、今バカって言いましたね。あ、ダメだ、これ切れるか、これ。煽り体制ゼロだよね、確か。まだ3ヶ月恨まれてるから、2ヶ月と27日くらい俺多分恨まれてるってことですよね。そう。あ、すまんすまん。せや、愛ちゃんは天才や、天才。やべ。なんかまたバカにしてませんか？もう。ダメか。ママさんたら意地悪です。ダメか。煽り体制ゼロと思うんだ。ダメか。そういや。めっちゃ怒ってんじゃん。では愛ちゃん出身ってどこなんや？私は九州の方ですね。2年前にこっちに出てきたばっかりなんですよ。田舎があるってのは羨ましいな。そうやったんか。こんな送電堀にもそろそろ慣れてきた頃か。どっか行きつけの店はできたんか？店ではないんですけど、私夜の毘沙門橋によく行くんです。へえ。ん？夜の毘沙門橋？何してんの？あそこから夜の川を眺めていると、なんだか気持ちが安らいでくるんです。事件に。それに岩尾橋と違ってナンパも少ないですし。夜に女の子一人は危険だな。ほな今度一緒に行こうか。ほな今度一緒に行こうか。確かにあそこはええよな。俺も好きなんや。今度一緒に行くか。え、だってこの子好きでしょ、兄さんのこと。ああ、約束や。本当に行くのかな。好きな人と一緒にあそこでまったりする。溺れてるじゃん、もうこれ。もう仕事じゃなくなってるじゃん。え？あ、なんか言ったか？あ、いえ、なんでもないです。変な愛ちゃんやな。終わってしまいましたよ。煽り体制ゼロだったからな。おちょくちゃダメだったな。真島さん、お疲れ様でした。お疲れさん。今回の練習やけどな、ノーマルでした。いい練習やったな。今みたいな感じでお客さんに、接客できたらええと思うで。わかりました。これからも頑張ってや。真島さん。なんや。これで二人での練習も終わりなんですよね。そうやな、愛ちゃんはもう練習せんでも立派にキャバ嬢として働いていけるやろ。それは嬉しいんですけど、私もう少しだけ真島さんとおしゃべりしたいです。ああ
おお、もちろんええで。ほな、約束した通り、今から毘沙門橋でも行こう。あ、これよかったね、これ。わ、ありがとうございます。行きましょう、行きましょう。これ行くってやってなかったら、行かなかったんですかね。俺、ユッキーのイベント飛んでる？飛んでんのかな、ユッキーのイベント。大丈夫だよね。初めてのお友達、何？ああ、なんでこういう時は切る。うわ、やっぱりここに来るとリラックスできますね。ああ、せやな。この街はそんなええ思い出ないんやが。毘沙門橋や、俺も好きや。そうなんですか？私もここ好きなんです。しかも、真島さんと二人き、ドゥユなんや、嬉しそうやの、はい、うん。はい、嬉しいですよ。だって、誰かとお出かけすること自体、久しぶりですし。いやー、これ上着着てきてよかったね。そうなんか、そういえば一緒に遊ぶ友達がおらんとか言っとったな。はい、いじめられてましたから、地元には友達はいませんし、大阪も出てきたばかりなので、まだ友達ってほどの人が作れてないんです。なるほどな。まあでも今の愛ちゃんならすぐに友達ができると思うし、特に気にする必要はないやろ。ユッキーと仲良くなれるんじゃないですかね。そうでしょうか。ありがとうございます。それにしてももうサンシャインのみんな愛ちゃんのこと友達やと思っとると思うで。本当ですか？だったらすごく嬉しいな。賭博場あるで。スロットランドサンライズ。看板出してたんか、あそこの違法賭博店。私サンシャインって強いお店だなって思うんです。そうか、まだそんなに有力店ではないと思うが。なんていうか、姿勢、お店の姿勢が強いな。店の姿勢、はい、私昔周りのみんなから嫌なことをされると逃げてばかりいました。でもサンシャインの皆さんは嫌がらせを受けても逃げずに立ち向かっている。私にはこれがどんなに強いことがわかるんです。だから私、このお店なら逃げてばっかりだった自分を変えられる気がするんです。なるほどな。ほな、これからもいろいろな嫌がらせをされるかもしれんが、一緒に力を合わせて乗り越えていこうな。はい、一緒に頑張りましょう。愛ちゃんはやっぱり元気が一番や。よっしゃ、ほな帰ろうか。ん？ん？どうした？帰らんのか。真島さん、最後に一つだけお願い聞いてもいいですか？なんや。真島さんって お仕事一筋って感じですけど、これからも女の子とお付き合いする気ないのかなって。なんてこった、なんてこった、響きと先もこんな感じになってしまうのか、わからんぞこれ。女の子と付き合う気、そうやな。誠がいるからな、英子がおったら考える、どっちなんだろうな、どっちなんだろうな。俺個人的には上原愛理大金星なんだけどな、どっちなんだろう。英子がおったら考える、これからも仕事一筋や。でも牧誠で失恋してるっていうか、好きだったのかどうかもわかんねえかんな。もういや、好きだったんじゃないの。なんかこう不正本能っていうか、こう、体って守ってあるみたいな感じだったもんな。男性本能っていうか、失恋してるからこれからも仕事一筋や。まあしばらくは仕事一つって感じになるかもしれんな。まあそうでしょうね。ああやっぱりそうなんですよね。はあ、はあ、どうしたか。いえ、でも仕事一つでこそ真島さんですよ。私そういうところ尊敬します。そうか、ありがとな。にん、真島さん、これからも私と仲良くしてくださいね。ああ、店の中では支配人キャバ嬢っていう関係やけど、こうやって一緒に外出てたら俺らは友達や。せやからも、友達がおらんとか言うのはなしやで。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。これあれですね、ターニングポイントっていうか、英子がおったら付き合うってやってたら、これなんか、あったんすかね。誰とも付き合わんぞ、兄さんは。
いろいろあったからな。おかしいだろ、もう。あの直後で。あの直後で店の子に手出すって。ありえねえだろ、うん、オルゴールの時計まで直しとんだぞ。くそ！アケミはもうぶち切れてんな。体力ないあげく、ぶち切れてんのか、もう。アケミ、休んでやだ。パシコか。まあ、パシコ必要だからな、ファニー用に。ヒヨコもな、体力ない組がちょっとぶち切れやすいな。マクノミ、ああ、俺マクノミ好きだな。顔が好きやな。よっしゃ、行こう。回すぞ。なんでこのメンツでダメだったんだろうな。うん、回すぞ。難しいな。単純に金稼ぐのとはわけは違うな。満足度か。とりあえず顧客数増やすか。客の満足度を上げてこう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。最高だ。ようこそサンシャイン。ごゆっくりどうぞ。満足度を目指していこう。よし、じゃあね、金じゃねえ。響き、頼む。盛り上がりましょう。いいね、いいね。満足度を上げていくぞ。ようこそ三人、ま、どうぞこちら。土産ちょっと赤出てもいいから、土産とかもガンガン渡すか。お、成功いってこい。お待たせしました。偉人だね。偉人だよ。ようこそ三人、ご一行こうよ。あ、サラリーマン。お、不合来たこれ。あ、ユッキーダメか。あ、逆にユッキーダメか。何を求めてんの。あー、セクシーか。アイちゃんでもあれか、にっこりか。アイちゃん、いってらっしゃい。お願いしてございます。なに、おしぼりです。助かりました。お願いします。アイちゃん頼むぜ。サラ、はい、はい、ザラ、ありがとう。お、響き、失礼します。家庭教のお姉さんみたいな雰囲気がもちょっとこちらになります。いいですね。失礼いたしました。家庭教師みたいだね。ピッグッ。ほんまありがとう。いらっしゃい。めっちゃ嬉しい。あ、上がってきた符号。ありがとうございます。お願いします。ここで見せるぞ。グッドグロス、ゲストグロス、わかりました。頼むぜ。よし、にっこり符号。失礼します。分回すぞ。こちらになります。こちらになります。失礼しました。流し巡りよ、流し巡りよ。ピッ。ありがとうございます。符号来た、これ。よし、じゃあ行ってこい。お待ちしてました。ワイプだよ、君。お願いします。盛り上がってきた。ようこそ三社。どうぞ。全然勇気上がるけてないのいいっすよね。ショーとかお土産出した。ありがとうございます。こちらになります。満足度上げてこう。持ち出してもいいよ。ありがとうございます。うん、あー、マクノミ、うちのマクノミ可愛いですよ、これ。面白いね、君。お願いします。お願いします。ゆき、なに、ゲストグラスです。ゲストグラス、ありがとうございます。失礼します。全然こなれてないですよね、まだね。こちらになります。失礼いたしました。中島クルソン。ありがとうございます。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ご延長ショートがいいんだもんね。じゃあお土産、こちらになります、うん、持ち出しになっちゃうけど、盛り上がりだよ。こう、どうぞこちら。マクロミニア、ゲストグラス、こちらになります。助かりました。あ、ロングだ。ロングか。お願いします。嬉しいです。お、パシコ、お前の出番だぜ。うん、でもセクシーないんだよな。でもパシコ好きなんだ、見た目。かわいい。延長しよう、延長。ご延長はいかがでしょうか。延長しませんか。ありがとうございます。ダメですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。基本情報に逆らっちゃダメだね、やっぱり。最高だよ。ようこそ三社。また来たで。ありがとうございます。普通の方か。お、
まあ、アイちゃんとこ。いらっしゃいませ。かわいい。お願いします。どうしよう。ブーストかけるこれ。おパシコどうした？ザラハイ。はい、ザラ公開いたします。してます。いい声だな、パシコ。お願いします。ベッキー。ご延長はいかがですか？そうだね。ありがとうございました。20丸出ないね、これ、締め。お願いします。ありがとうございます。ゲストクラス。ゲストクラス。頼りにしてます。なんだろうね。なんでゲストクラスいるんだろうね。連れが、なんか、来たとかなんかね。使ってないのいない？ヒビヒビ使ってない。お待ちしておりました。いいさんだな。いいんだよ。楽しいよ。いらっしゃいます。ごゆっくり。最高だよ。これで次着いたら使う。ああ、もうパシッとあるか。ご延長はいかがですか？ご延長しないね。ありがとう。お土産ありがとうでした。こちらになります。これ以上は大満足以上上がんないのかね。意味ないのかな。ゆき、あー、見た目の好みだからな。いや、いい、ここはセーフを入れて。入れ入れ。嬉しい。ゲージが出た瞬間に、いらっしゃい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ほんまありがとう。いいバー入れて、おパシコモテるね。ありがとうございます。盛り上がるね。ほんまありがとう。ようこそ。どうもどうも。1000万突破売り上げ。めっちゃ嬉しい。売り上げもちょっと捨てるんしかないよね。ご丁寧に見送り、もうぶっちぎれてるからもういいよね。イエーイ。ありがとうございました。嬉しい。こんばんは。ありがとう。よっちゃ、全部言ったよ。ピンポー、ご丁寧にお見送り。素敵ね。ありがとうございました。ちょっと女の子、まあ、次休ませるか。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。どうもどうも。次の段休ませよ。嬉しいです。100持てますぞ、これ。マクドミ。よろしくお願いします。めっちゃ大切。ありがとうございます。盛り上がってきた。お願いします。マクドミのキツネがお好きだな。たまらんな、なんか。パンツ見えてるぞ。楽しいよ。ウケるわ。ぶちぎってんだ。ありがとうございました。丁寧に送った方がいいかな。ありがとうございます。嬉しい。お願いします。お願いします。最高や。うい。あ、間違った。こちらになります。あ、でも口コミボーナス入るな。ザラハイ。はい、ザラ公開。ありがとう、真島さん。めっちゃタバコ吸うんだわ。あ、しろむ、しろむ、出てないね。盛り上がりましたか？お願いします。えい、ゲストグラス、こちらになります。使いました。ブーストかけよう。しばすぜ。これなんだろうね。どこのテーブルがブーストかかるかちょっとわかんないみたいですね。ありがとうございます。お願いします。嬉しいです。面白いね、君。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。お土産渡そう。こちらになります。口コミ来ない。口コミ来ないか。嬉しい。楽しい。嬉しい。かかってるかかってる。盛り上がるね。かわいいね。ありがとうございます。最高だよ。もう、響き使ってないな。セコ、セコ行きます。サンシャインへようこそ。OK です。ご延長はいかがですか。ありがとうございました。口コミ来い、口コミ来い。ダメか。ありがとうございます。素敵だよ。嬉しいです。ようこそ。また来ちゃったよ。お願いします。うい、絞り、お絞りです。真島さん素敵です。やべ、女の子の体力 見落としてるぞ俺。お願いします。まだまだ入る、まだ入る。いけ、ゆっき、よろしくお願いします。お願いします。ういうい、ありがとうございます。ありがとうございました。よし、あ、口コミ少々か。大満足の場合はこうか。じゃ高級お土産、こちらになります。はいはい、高級お土産。大満足状態になるとなんか変わるんですよ。いいやんか。かわいい。
店も行った？どうよ。行かねえ。全然上がらねえ、ここ。あいちゃーん。マックのみ育つね。他の子はちょっと育ちにくい環境になってんのかな。一回マーキュリーでぶっ飛ばした方がいいかもしんないな、これ。育たねえ、人が。ありがとうございました。おお、おめでとうございます。ジュピターのエリアのファンが1500万人突破しましたよ。いよいよ大台乗ってきた感じがするね。そろそろ気づかないやつも仕掛けてくるかもしれませんね。またヨーダちゃんがボコボコにされんとええけどな、うん、この前みたいなことはもうゴリゴリですよ。来た来た、びっくりした。響きと顔のタイプが似てるから間違えるよ。サンシャインの人たち逃げてください。え、お前はジュピターのさっきやったっけ。そうですけど今は自己紹介してる場合じゃないの。どういうこと。お、うらや真面目な、出てこいや。そんな間に合わなかった。何や、想像しいな。俺になんか用か。何の用だと分かってんだろ。うちのエリアを荒らしやがってよ。荒らしとるなんて失礼な言い草やな。俺らは正々堂々と勝負 して顧客を増やしとるだけやで。それが荒らしてるって言ってんだよ。兄貴は相当ご立腹だ。真島五郎、お前の首を取って兄貴への 手土産にしたから。ちょっと血で店が汚れたら困る。とりあえず外へ行こうか。おう、死ぬ覚悟できたんだかな。何たわけたこと抜かしとるんや。キッティングはお前らの帰り路のことやで。てめえ上等だ、ぶっ殺しやるな。関東系の登場会系かもしれないですね、これね。ぶち殺せ。何秒持つかな。まあ30秒くらいなのかな。うっしゃ。お、やるじゃないか。フル感じます。うい、うい、来たい。やりたかったね、そいそいそい。フェニックス。30秒くらいですかね。やりたかったっすね、これ。兄、はあ、バカな。さすがファイブスターの汚れ仕事担当、なかなか骨のあるやつらやんけ。大丈夫ですか。ああ、おう、大丈夫やね。あれ単体の敵にはかけらんないね、今の技ね。本当にすいません、うちの傷がこんな卑怯な真似を。ずいぶん焦っとるみたいやな、オタクの大将。これ以上サンシャインの人に お客を奪われるとファイブスターのメンツに関わるから必死なんだと思う。なるほどね。サキちゃん、サキちゃん、やったっけ。わざわざ俺らに危険を伝えてくれてありがとうな。うん、でも結局間に合わなかったみたいだけど、本当にごめんなさい。いや、謝らんでもね。しかしそんな傷が裏切るような真似して大丈夫なんか。もし傷がにバレたら、確かにバレたらこっぴどく怒られちゃうかも。休む気ないからこのまま仕事ですよ、サキちゃん。それなのになんで。木塚さんね、昔はいい人だったんだ。元暴走族の総長だから。荒っぽいところはもちろんあるけど、それでも今みたいに闇討ちとか脅迫とか姑息な真似なんて絶対にしなかった。私が悪い連中に目をつけられて襲われそうになった時も、一人で敵の相手のアジトにまで駆けつけて助けてくれる、そんな人だったんだ、あの木塚が。でも全部ジュピターがファイブスターに入ってからおかしくなっちゃった。月山さんのそばにいればお金が稼げる。だから月山さんに気に入れられようとしてどんどん悪いことするようになって、ファイブスターの汚れ仕事担当とまで言われるようになっちゃった。なんでサキちゃんは俺たちを助けに来たんや。なんでだろう。多分木塚さんが悪いことするのは少しでもいいから止めたかったのかな。それに私こういう卑怯な真似大嫌いだから。そうか、ならもし戦うことになったら正々堂々と行こうや。もちろん。あ、そろそろ出勤しないと、遅刻したら大変。それで私もう行くんで、じゃあまた、さよなら。錬金の先。おう、素敵な学校だ。あれが錬金の先か。さやかではっきりした女の子でしたね、娘にしたい。この勝負なかなか苦戦しそうやで。お、
なんかでもキャバクラ系は喧嘩もそんなないし、うまくいきそうですね。愛ちゃんのビデオがガンダーラに入荷しました。なんで？やるで。やる。ジュピターの客をぶん取りてえな。愛ちゃんか。愛ちゃんね、ちょっと体弱いんでね、しょうがないです。ちょうど休ませるつもりだったんでね。自分で体調管理してるから偉いと思うわ。はい、全員外しますこれ。ちょっとエース抜きでいきます。ズンコとパシコは、パシコいないと困るんだよな。ポストユミコだからな。ナミコだ、ナミコ、なんポストナミコだからな。この辺でいこう。特連、ついに響き特連入るのか。響き全く分かんないですよねこの子。それじゃあ家庭教師だこれ。さてと、それじゃあ接客練習始めようか。はい、うん、よろしくね、マジマ君。おう、俺お客さんやと思って向き合うんやで。楽しそう、頑張ってみるね。よしや、ほんなら始めたるで。それじゃあ家庭教師だ。じゃあまず響きちゃんの得意なことでも教えてもらおうかの。特技？そうね、弟の世話をしてるから料理、洗濯、家事全般は得意かな。滑舌がいい、滑舌がいい。おお、家庭教師。どうか。そうか、響ちゃんは親御さんの代わりに弟を育てているんやったな。今弟さんいくつなんや。ちょうど7歳ぐらい。もう最近やんちゃで困ってるの。なかなか言うことを聞いてくれなくて。なるほどな。まあそうやろな。どうすれば言うことを聞いてくれるのかな。甘やかしすぎなのかしら私。言葉ではなくて体で教える、ぶっ飛ばせってことでしょ。言うこと時には厳しく、もうこれしかないんじゃないの。時には厳しく怒ることも必要やないか。ひびきちゃんおっとりしてるからつい優しくしてしまうんやろ。うん、そうなの。でも怒ったら嫌われちゃうんじゃないかって思うと少し怖くて。そんなんで嫌いになんかならんと思うで。もし嫌われたとしても将来それが自分のためになると、ためになるってことを分かる日が来るはずや。勇気を出して叱ってみるのも大事やね。真島くん、そうね、私勇気を出して叱ってみる。異常なほど大人の女。真島くんも、もし私が仕事で何か良くないことをしたらきちんと叱ってちょうだいね。これ逆に叱られたい方の方が多いんじゃないのか、この感じ。いや、メガネにイヤリング邪魔だな、これ外そうかな。でメガネ外そうか、これ。おお、もちろんや。それじゃあ、それじゃあ響ちゃんの趣味でも聞こうかな。趣味？そうね、私今まで運動はあまりしてこなかったんだけど、最近ウォーキングを始めてみたの。え？ウォーキング？何やそれ。ウォーキングはまあお散歩みたいなものね。お散歩っていいや。昔から病弱で、お医者さんから激しい運動はしたらダメって言われてきたの。ほうほう。でもこの仕事は体力も必要だし、軽いウォーキングくらいなら大丈夫かなって思ってね。ほう、そうなんか。体力がないせいであまり錬金もできてないから、これ以上足手まといにならないようにしないと。無理したらか、感心するわ、感心するわ。なるほどな。感心したわ。
ゆきちゃん仕事熱心な子やな。その調子で弱点埋めていってくれ。ありがとう。やっぱり今の私だと足手まといだもんね。うわ、そういう意味じゃないんだよな。無理しなくていいんだよ。早く弱点を埋めないと。しまった、頑張ってることを褒めただけで無理をしろと言ってるわけではないんだ。え、ああ、いや、そういうつもりはないんやけど。いいのよ、気を使わなくて。私、できる範囲で無理せず頑張るから。難しいな。難しいな。おそうやな。まあ、倒れたりせんようにな。ミスった。そうやな。ストレートで行こう。ほな、次は何を聞こうかな。そうやな、子供の頃の夢とかあったか。子供の頃の夢あったよ。漫画家。何？ん？漫画家か、絵描くんか。意外やな。うん、もともと絵を描くのが好きだったから。学生時代までずっと目指してたの。まあ最後は諦めちゃったけどね。おっと、うわー、これ聞きてー。どんな漫画が好き？なんで漫画家なんや？そりゃ漫画好きだからだよ。なんで諦めたんや？それはいろいろだよ。まあ気になるのこれだな。どんな漫画好きなの？ん？話せる。唯一話せる。どんな漫画が好きなんや？やっぱり少女漫画かな。何？もういい年だけど、今でもたまに読んでてときめいちゃう時あるよ。なるほどな。なるほどな。そうなんか、ひびきちゃんもまだまだ女の子やな。最近どんな漫画でときめいたんや？ヒロインの女の子が職場の上司と密かに付き合ってるっていう漫画でときめいたよ。テリコミ？なんだか職場恋愛って少し憧れるよね。そんなシチュエーションの少女漫画ないぞ。待って、それは少女漫画じゃない。多分これレディーコミ、女性セブンとか女性自身とかに載ってるやつじゃないのそれ。うん、大人、もうちょっと大人のやつ。大人だよね。え、ハーレークイーンっすか、もしかして。職場恋愛か、考えてもみなかったが、確かにドキドキして楽しいかもしれんの。あら、真島くんも興味ある？おい、それじゃあ私たちこっそり付き合っちゃおうか。なんちゃって。これプロですわ、これプロですわ。なるほど、こうやって男を毒牙にかけていくんですね。勉強になります。なんでだよ、初回だぞ今。真面目に仕事しろこの野郎。初回で毒牙にかけてくんな。ひびきちゃんは客を虜にするのがうまいな。ほんまに頼りにしてるで。恐ろしい女。恐ろしい子。ほな次はひびきちゃんの苦手なことを教えてくれや。苦手なことか。そうね、私騒いだり盛り上がったりすることが苦手。大声を出すことにも少し抵抗があって。難しいな。なんかめちゃめちゃ音楽うるさそうな感じがするんだよな、こういう話って。なるほどな。なるほどな。ひびきちゃん確かにおっとりしとるもんな。おとなしいというか。でもこういうお仕事だし、盛り上がるところはちゃんと盛り上がった方がいいわよね。私にできるかな。難しいよな。これさっきのねトラブってから、もう酒の力を借りればいい。ありえないよこれ。ありえないだろそれは。無理する必要はないで。別に無理する必要はないんちゃうが、おとりとした会話を楽しめるのが響ちゃんの魅力なわけやし。いいのかしら。この子はもう無理するなって感じか。ああ、もちろん少しは努力も必要かもしれんが、響ちゃん一人で店をやってるわけはない。盛り上がるのが得意なやつはうちにもおるし、お互い助け合っていけばええと思うで。確かにそうね。私一人で何でもできるようにならなきゃって思ってたけど、みんながいるもんね。お互い支え合って。おえ、真島くんは素敵な考えを持ってるわね。ちょっとキュンとしちゃった。なんで透き通るような声なんだ。なんてこった。そうか、まあみんなで支え合っていい店にしていこうや。うん、なんて爽やかな、ラムネみたいな声の女なんだ。
いかん、爽やかだぞこれ。時間、これ遅延効果がありそうだな。次第に効いていきそうな感じだぞ。 いかん、取り乱すなこれ。さっとこんなところやろうか、はい、お疲れ。お疲れ。ジュピターの戦い終わったらイメチェンさせてあるからな。大塚さん、ほんと今回の練習なんやけど、グッドレースのかなりいい練習やったな。予想以上に会話も弾んどったし、今みたいな感じで問題なしやれ。ほんとありがとう。これからも頑張ってよ。はい。うん、任せ。またこういう練習手伝ってね。塾の女って感じだな。家庭教師って感じだな。じゃあ行くか。上がりは無視。口コミ狙ってこう。いやでも上がりを捨てていった方がいいのかもしれないな。上がり勝負するわけじゃないかんな。バトルの時だけでしょ。エースなしだからな今回。どうぞこちらへ。いや、いや小泉ちゃん行ってこい。いいねいいね。小泉ちゃん万能選手だからね。ようこそ参上。また来ちゃったよ。ごゆっくりどうぞ。嬉しいわ。静かに行こう。面白いね君。やっぱ俺体力確認しなかったわ。お願いします。いらっしゃい。まあ、ね、アイス交換。真島さんありがとうな。灰皿の交換率が異常に高いんですよね。うわあ、キヨコ入れながらね、体力がな、やべ、ちょっと気難しいなこれ。キヨコ、お待たせしました。かわいいな。お、よかったよかったよかった。わーい、いらっしゃいます。どうもどうも、嬉しいわ。いや俺お客になったらこれもう話10分も続ける自信ないわこれ。でもプロだからそれは繋げてくるわけでしょ。恐ろしい、すごい仕事だぜ。アパシコの魅力わかる。べっぴんさんやな。いらっしゃい。お願いします。やめろ同時に。やめろ同時に会計するのは。うん、お土産ね。こちらみんな口コミ。あーダメだ、満足か。口コミ欲しいな。はい、ザラこちらになります。ああ、しゃがったかった。どうしよう、パーティーブーストかけようかな。小泉ちゃん、頼みました。いいじんだな。嬉しいです。かわいい。出そう。ありがとう。ありがとうございます。不合か。ああ、不合か。これはこれ、ズンコ一回ぶち切れ。お前ぶち切れ、炎上商法の天才だから。ズンコぶち切れさせてこい一回。これ嬉しいです。対応できる人間多分いないんで、ぶち切れさせてこい。これいらっしゃい。お願いします。ごゆっくりどうぞ。炎上商法いきます。ご延長はいかがでしょう。ありがとう。嬉しい。あー、口コミ子なんかやっぱ大満足の時だけ口コミブーストかかんのか。切れさせろ。ありがとうございます。いらっしゃい。切れさせろ、切れさせろ。来た。しゃい。いい加減にしろ。すみません。サービスしますんで。よしよしよし。マクロミ。じゃあマクロミじゃねえ。ズンコこっからだぞお前。ご延長はいかがでしょう。お土産。あ、ありがとうございました。こっからだぞお前。いねえんだよ。ぶち切れかこれ。ああ、あきな、切りさせてごい。チェンジとかないのかね。アイス交換。わかりました。うち今エースいないから対応できない。はい。お願いします。お会計。ご延長はいかがでしょう。ご延長。延長お願いします。ご延長ありがとうございます。頑張れ、静か今日ホームラン。ようこそ。お願いします。まあありがとう。あと不合がいるにチャージかけるかこれ。ショート、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、褒めとけよかった。あ、じゃあいいのか。もうちょっと、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 あ、ダメだ。不合にはちょっと帰ってもらって。
マスナンちゃん、めっちゃタイプよ。お願いします。すいません、ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。こちらになります。すいません、気をつけますんで、またよろしくお願いします。いらっしゃい、めっちゃ嬉しい。いやこれフィーバーしろ、うぃーやったぞ。フゴ盛り上がってきちゃったよ。お、いいね。お、パシコの魅力が上がるなんてお客さん分かったですね。美人じゃないか。よし、やったぞ、アッキーのホームラン。いらっしゃい。いやー、静かと、静かと、ホームラン打つね。お待たせ。ありがとう。あー、ミスった。じゃあ、ありがとうございました。口コミ、よし。あ、高級なやつ、私は良かったな。お願いします。大体できなかった。おっと、疲れさん。さらにこれ。こちらにあります。よし。やっぱ高級なお土産渡した方がいいね。盛り上がってきた。嬉しい、嬉しい。これでもう片目つぶってるニッコリマークの時にお土産渡すと口コミすごいね。レディースグラスと。レディースグラス。助かりました。タレタ、女の子タレタ見ないと。よくやった。高級お土産こちらになります。どんどん増やるぜ。持ち出し OK だから。これ戦いの下準備なんか盛り上がりましょう。いい人だな。お願いします。いらっしゃい、はい、ごゆっくりどうぞ。レディースグラスお持ち。レディースグラス助かったわ。今日は最高だ。お願いします。いい、メニューお持ち。メニューマジマさん、どんどん注文してください。今日ちょっと体力気をつけないと死んでしまうんで。よし、静か行ってください。使ってるわけね。大丈夫。お願いします。はい、パシコよくやったわ。よくやったわ。これショートコースか。まあ無理させちゃいけないなと。ありがとうございました。よくやったわ。いい女になってるよ。どんどんいい女になってる。これご延長はいかがでしょう。ご延長はないね。お土産こちら。あ、これダメ。何も分かんねえ。大満足ってだけですね。テーブル増やでもいいよ俺。めっちゃ嬉しい。テーブル増やしてめっちゃ嬉しい。ええー、よくやったぞ。ズンコズンコ。ザラハイ。ハイザラ交換。わかりました。相当気になるぐらいハイザラパンパンってこと？かわいい。おお、エリコの飲みするなこの人。まあパシコだな。いいね、ラブがちょっと少ないんだよね。ゲストグラスと思う。ゲストグラス。ありがとう、真島さん。使うか。はい。楽しいよ。ようこそ参加。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲージが2の時だけ1個ずつ使うってこと？これ。あー難しい客来ちゃったね。あ、これだな。盛り上がりましょう。楽しませてくれや。ありがとう。お願いします。いい。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。フィーバーすんで。入った入った入った。かかったかかった。ありがとうございます。これで。かわいいな。嬉しい。会計会計。お待たせ。会計入ってくれたらいいんだけどな。素敵だよ。楽しいな。さあ。お願いします。よし。高級土産で口コミアップと。こちらになります。ああ、他の二人も会計くらいやりたかったな。1700万これ。エースがいるときより売り上げいいじゃんこれ。エースいらない説これ。甘えないんじゃないこれ、エースがいないと。ね、金富豪に対して逆張り張ってくるのとかも熱いんだろうな。キヨコよくやったぞお前。あ、静香がもうエース並みになってきてますね体力。おパシコお前パーティー女やるな。パシコお前炎上商法のズンコお前もう柴田も真っ青の炎上芸人ですよこれ。やりますね。うわすげえやってるキヨコ。いいよやるじゃないか君たち。ありがとうございました。あ、やばい、もうこんな時間か。おちょ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 、イベント発生、イベント発生。
おめでとうございます。田島さん、ジュピターエリアのファンがついに3000人を突破しましたよ。やったね、よだちゃん。ジュピターエリアもそろそろ制覇や。はい、はい、こうなるとそろそろ気づかぬやつがまた動いてきそうやけど。田島さん、どうも。ん、あ、手紙か。お前はジュピターのレンディンの先。その呼び方恥ずかしいからやめてほしいな。今日はどういう用件や。さきちゃんだけか。うん、今日は木塚さんからサンシャインの挑戦状を持ってきたんです。挑戦状、ついに対決やな。直接対決やな。この前本当にごめんなさい。今度こそ正々堂々と勝負しましょうね。おう、キャバクラバトル。はいはい、私がいるからには絶対にジュピターを負けさせませんよ。こっちだってアイちゃんが一人でフル回転で頑張ってくれますからね。負ける気がしません。ゆきちゃんも頑張ろうよ。おかしい、ここいいお店だね。勝負の日が楽しみだよ。じゃあまた。相変わらず爽やかな女の子やな。今日はいいになるぞや。クラブジュピターは強い。出勤メンバーを揃えたり入念に準備を整えてるから、準備に挑みましょう。よし、じゃあ次ジュピター潰しますよ。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。また明日。